13世紀の東アジア諸国と北方諸民族。オングト、もしくはオングルト、オングルト部は、モンゴル帝国以前から現代にかけて存在した遊牧民族。宋代からタタル部が、黒だったんと呼ばれたのに対して、白だったんと呼ばれた。元来は、チュルク系民族であり、東末から古代にかけて、特決サタ族とウイグルの一部などが合流して、 構成された民族と考えられている。次第に、モンゴル化するようになった。オングとは、陰山山無役北辺にある内蒙古ウランチャブにある名、百霊病の北東のアイブガカワサガン付近のオロン、住むを本拠地として、はじめは、領や金あるいは、聖火に服属した。後に、チンギスカンのモンゴル帝国が没降すると、主張のアラクシリギトクリは、内漫の主張を打ったヤンカンの催促を断り、 死者を派遣して、チンギスカンにこの旨を伝えた。そのため、チンギスカンに感謝され、その同盟者として優遇された。以降のオングトの代々の主張に、大ハーンの巫子が降下し、オングトバ王家とも称される。元では、長王の釈位に封じられて、そのまま内モンゴルのオロンスムを居城とした。オングトは経験なニストリウス派キリスト教徒であり、主張はその主教位も保持していたという。 元の崩壊後は、民の攻撃を受けて、オロンスムが陥落し、その末裔は、ダヤンハーンの時代には、トゥメトブ右翼の一部となっていた。1929年に、スウェーデンの学者のスヴェンヘディン率いる、西北科学工作団の一員である、高文筆によって、オロンスムの土壌紙が発見された。また、放中した、江上奈美夫は、オロンスムに十字架のあるネストリウス派の破壊を、 発見した。彫刻大長公主荒カイべき、大祖チンギスカンの娘で、荒くしらに嫁ぐトゥムゲン公主、エーソートゥルイの娘で、北平をネグデーに嫁ぐ彫刻大長公主、ユレク、聖祖、クビライの娘で、ボヨカの息子、長武氏女王をアイブカに嫁ぐ彫刻大長公主、イエルミシュ、テイソーグユクの娘で、ボヨカの息子、 長正史上王君部下に嫁ぐ彫刻大長公主、クダドミシュヒロ主、広ーチンキムの娘で、武吊の息子、長正史公を、コルギスに嫁ぐ彫刻大長公主、アイヤシュリ、聖修、テムルの娘で、クダドミシ主の死後、コルギスに嫁ぐ彫刻大長公主、イリンチン君部下の息子中列を南下大に嫁ぐ、彫刻大長公主ウイグル、君部下の息子、 長やすしきをコリンチクにとつぐ彫刻大長公主アシ、クトゥルク、アイブカの息子中将を熟男にとつぐ、彫刻大長公主、スゲバラ、南ギャ大の息子長をマジャルカンにとつぐ。ありがとうございます。